人気ゲームシリーズアサシンクリードの最新作シャドウズが現在世界中で大炎上となっている。これまで世界各地の国々を舞台にしてきた本シリーズ、最新作の舞台は戦国時代の日本だ。発売前から注目を集めていた本作だが、その PV が公式から公表されるとたちまち大炎上となった。メインキャラクターはなんと黒人の侍ヤスケ。実際にこのヤスケという人物は日本の歴史上に存在したが、史実とは異なるやりすぎのキャラクター設定が物議を醸している。しかもゲーム制作側はなぜかこれをフィクションとは認めず、史実に忠実であると主張。海外でその活動が顕著になっているポリコレ的視点によって、無理やり黒人をキャラクターとして起用しているのではないかと批判の対象になっているのだ。これが日本文化盗用、日本史に対する冒涜として国内でも注目を集め、ゲーム発売中止を求める署名活動が始まる事態にまで発展している。今回はアサシンクリード最新作シャドウズをめぐるポリコレ文化盗用問題。発売中止を求める署名が4万件を超える勢いに、ゲームがここまで批判されることとなってしまったその理由を世間の声とともに紹介していく。2007年に UBI ソフトが開発発売した人気ゲームシリーズアサシンクリード。未だに根強い人気を誇るこのゲームの最新作が現在物議を醸している。本シリーズは実在する様々な国を舞台にしてきたゲーム、そして11月15日発売予定となっている今作のアサシンクリードシャドウズの舞台は戦国時代の日本だ。公開前から話題となっていた本作、しかしゲームの PV が今年5月にとあるプレイヤーにリークされ、その内容を見た一部のプレイヤーの間で批判的なコメントが上がり始めた。というのも、日本の戦国時代を舞台にする本作にまさかの黒人が登場していたのだ。当初はリークした映像に関して公式の発表ではないという冷静な意見も多く、プチ炎上程度で済んでいた。しかし6月10日に公式が公開した PV には、その黒人侍ヤスケが正式に、しかも主人公として登場。これが一気に物議を醸すこととなったのだ。黒人の侍という設定を起用した本作がここまで炎上したのには理由がある。これまでの本シリーズ作品の主人公は、舞台がイタリアならイタリア人、イラクのバグダッドが舞台の際にはアラブ系のキャラクターが起用されていた。さらにゲームフィールドとなる街や歴史的背景の表現等の再現度が高く、本シリーズは総じて歴史観光ゲームとしても楽しめるという評価を得ていたのだ。実際に2014年に発売されたパリを舞台にしたアサシンクリードユニティでは、ゲームの制作にあたり歴史家の監修のもと、石の一つ一つまで2年の歳月をかけて正確にデータを取り、パリのノートルダムを再現。その再現性の高さから、2019年にフランスのノートルダム大聖堂が炎上した際には、アサシンクリードのデータが再建に役立つのではと言われるほどだった。このような背景を持つシリーズが今度は日本を舞台にしたゲームを発売することとなり、その期待が高まっていた。満を持して発表された本作の主人公がまさかの外国人であるという事実にゲームファンは驚愕、違和感を拭いきれないという声が続出したのだ。これまでのシリーズの流れでいけば、日本が舞台なんだから日本人の主人公のはず、しかも侍ともなれば、あまた存在する日本の歴史上の人物を起用するのが自然だろう。にもかかわらず、わざわざ黒人のキャラクターを起用したことで、なぜこうなったとの意見が殺到したのだ。これに関して本作の制作会社 UBI 上層部はインタビューに対し、今作では歴史的側面に重きを置いていて、できるだけ正しい日本の歴史を表現したかった、としている。というのも、実はこのヤスケという人物、日本の歴史上に実在した人物なのだ。ヤスケは当時イエズス会の宣教師によって日本に連れてこられたという歴史上の記録が残っている。珍しいもの好きで常に注目を集めたかった信長の目に留まったことで、信長のそばに仕えることとなったのだ。しかしその存在自体は記録に残っているものの、彼が日本で侍とみなされていたという具体的な記録や証拠はどこにもない。ゲーム本作でヤスケは海賊襲撃後の冷戦の唯一の生き残りとなった人物だとされており、最終的には武将である織田信長の下で武士の道を教えられるまでになるという設定。しかしヤスケが武士として信長に頼られ、
武士として信長の元に仕えるようになったという具体的な証拠も存在していない。にもかかわらず、なぜか戦国時代の最強黒人侍の存在を書き足し、それを史実に忠実であるという前提のもとにゲームのキャラクターとして登場させているのだ。鎌倉時代の日本の対馬を舞台にしたゲーム「ゴースト・オブ・対馬」や、最近話題となったディズニープラスのドラマ「将軍」。人気を集めたこれらの作品に共通しているのは、実際のストーリーや歴史的背景に忠実に、関係のない人種などはもちろん作中に登場させていないという点が挙げられる。ゲームの主人公にふさわしい戦国時代の武将が数多く存在しているにもかかわらず、なぜ史実をねじ曲げてまで黒人侍を主人公として起用したのかとの批判の声が上がっているのだ。言わずもがな、この炎上の背景にはいわゆるポリコレという概念が深く関わっている。これは簡単に言えば、人種や性別、年齢などによる別偏見をなくすための運動のことだ。ポリコレを意識することにより企業価値の向上や社会的信頼の醸成などが実現しやすくなるとされているのだが、近年特に海外ではこの運動が過熱しすぎていることも指摘されている。当時の大名織田信長に選ばれた黒人最強戦士がいたという設定を推し進め、多様性を歴史にまで持ち込もうとしているようだが、日本人からすればこれが史実でない以上、文化盗用以外の何者でもない。ちなみにウィキペディアのやすけのページにも、史実に基づいていない内容が書き込まれたことによって現在ページは凍結される事態にまで発展している。近年欧米ではこのポリコレ運動には改善すべき傾向があると指摘されている。それは映画やゲームなどの作品制作において、人種や性別のマイノリティを無理やり作品に入れてしまうことだ。その一例として、今回のアサシンクリードシャドウズの炎上は極めてわかりやすい。一定の国の歴史的背景や文化を犠牲にしてまで多様性を尊重しなくてはいけないのかという議論が持ち上がっているのだ。日本文化を採用している今作において黒人侍ヤスケを登場させる意図は、多様性の需要をアピールすることにあったのかもしれない。しかしそれと引き換えに、日本の国と文化に対して非常に無礼であるとの批判の声が世界規模でも溢れている。この議論に関しては、あのイーロン・マスクも X に、ポリコレは芸術をロスと投稿し話題となった。本作ゲーム制作側はヤスケという人物を採用したことに関して、インタビューでこう述べている。私たちの侍、つまり日本人ではない私たちの目になれる人物を探していました。歴史的背景を尊重すると語っているにもかかわらず、こと主人公に関しては自分たちの価値観に近い人物像を採用したということだろうか。それならばわざわざヤスケの史実を書き換えるのではなく、架空のキャラクターとしてヤスケを採用するべきだったのではないだろうかという声が上がっている。実際プレイヤーが選べるもう一人のキャラクターである忍びの直江は架空の人物なのだ。つまり史実に基づいてストーリーを作っていると言いながら、ヤスケの設定に根拠がないといういい加減さが全ての批判の元となっているのだ。海外ではもっぱら黒人であるヤスケを主人公に設定したことがやり玉に挙げられているが、日本国内ではゲーム内の情景描写の違和感を指摘する声も多い。とりわけ日本文化や歴史的背景を忠実に再現する努力を最大限に見せたゴースト・オブ・対馬が比較対象に挙げられている。ゴースト・オブ・対馬では侍の剣さばきをはじめとするその優雅な動きを完全に体現していたのに対し、ヤスケの動きは基本的にぎこちなく、棍棒を振り回したり、ただロボットのように物に向かって走り、激しく壁を破壊するなどの動き。アサシンの名の通り、今までのシリーズ作品同様、忍び寄って敵を倒すといったプレイスタイルはなく、ただ激しくぶつかり合うような戦闘スタイルしかないこともゲームファンからは批判の対象となっているようだ。これ以外にもゲーム内の詳細な描写に関しては、桜が満開になっているすぐ脇の田んぼで田植えをしている村人の様子が描かれているシーンがあるという矛盾も指摘されている。さらにその様子を見たヤスケの豊作で人手がいるのであろうというセリフ、田植えの時期は本州では5月から6月、桜が満開の時期に田植えをすることはない、さらに今まさに田植えをしているのを見て豊作と発言する主人公という、まさにカオスな状態なのだ。これ以外にも信長に仕えているはずのヤスケの背後に秀吉の背旗が掲げられていたり、ヤスケの鎧に描かれた家紋が上下逆になっていることなども指摘されている。登場キャラクターが神社に参拝するシーンではお香を焚いている様子も確認され、
日本文化のディテールがことごとくおざなりにされているのだ。さらに日本には生息していない尻尾の長い猿が出てきたり、柴犬とされる犬が明らかに秋田犬の特徴でもって描かれている。ファンの間ではもはや間違い探しゲームと揶揄され始めている始末。歴史的背景を重視としながら、結局は日本のことをあまり知らない人物が日本らしきものを寄せ集めたような仕上がりになっている。こういった詳細から日本への理解も興味もなく、ただ黒人を主人公にしたかっただけといった印象を受ける仕上がりになっているのだ。インスピレーションを受けることは悪いことではない。もしこれが全く他のゲームだったら笑われるだけで済んでいたのかもしれない。しかしこれまでのアサシンクリードシリーズの背景に対するこだわりがあだとなり、日本が舞台になった途端に史実や実際の文化に忠実でなくなっているとの批判を生むことになってしまったのだ。さらに公式が発表したコンセプトアートには大量のコピペ、つまり写真盗用も見られた。しかも盗用されているとされる元の写真も戦国時代とは全く関係のないものばかり。ネットではそれらのほとんどが大正時代のものであるという指摘も上がっている。盗用自体も問題だが、その際に違和感が出ないよう、いつの時代のものなのかなどを調べることすらしていない。しかも人物の写真に至っては反転した写真を使用している箇所も見られ、着物の襟が左前になっていたりもする。これではもはや心霊写真だ。歴史的背景に忠実であると主張した上で日本を舞台に設定し日本文化を拝借、その上で出来上がったゲームがこの有様となると、日本人としては自国の歴史に対する冒涜と感じてしまっても無理はない。こういった指摘が問題視され始め、6月19日とうとう日本でアサシンクリードシャドウズの販売中止を求める署名活動が始まった。そしてなんと署名活動開始から現在までにまさに4万3000件を超える署名が集まっている。ネット上でもこの問題に関する様々な声が上がっている。ゲームの出来そっちのけでポリコレ活動とか、もうゲーム会社辞めれば。フィクションがダメなんじゃなくてノンフィクションって言い張ってるのがダメなんだよ。カリフォルニア巻きを日本の伝統料理って海外雑誌が紹介するようなもんだぞ。朝栗の署名めっちゃ増えてて草。朝栗初代から全作品やってきたけど俺も署名してきたわ。朝栗販売中止署名についてキャンセルカルチャーだの言ってる人は、まずレイズムを隠そうともしない UBI のライン超えた言動の数々が発端だという因果を語らないので、いろいろとお察し。朝栗の署名って日本中心で出てるから日本国内だけ販売中止とかも可能性としてあり得るよな。過去作の日本でのセールスよりも多く署名が集まってるらしいし。嫌なら買うなのスタンスでスルーしようかと思ってたんだけど、署名したわ。日本向けの広報ではフィクションですよって言ってる一方で、海外向けには専門家が監修して史実に忠実ですって未だに言ってて、二枚舌ペラペラでやばいと思うし。どれだけ集まっても発売禁止は無理だろうけど、良い動きもあったみたいね。昨日あたりから結構な数の海外 YouTuber が署名を取り上げて賛同してくれてる。未だに史実と創作のラインを極太にしてごまかす UBI 君、そろそろごめんなさいしたら。なんだかんだ売れるでしょ。日本だけ発売されないという誰も得しないオチになりそう。まあ販売中止なんかせんやろけど、日本人の意思を世界に発信するのは大事。そもそも剣道とかの起源主張を放置した結果、現在えらいことになってんだし。なんか擁護派は今回の署名活動を日本人になりすました白人だと思ってるらしいんだけど、逆に仮に白人だったとして何がまずいんだ。そこじゃなくて署名の内容の正当性が大事じゃねえのかよ。白人はレイストっていう、その考え自体がレイストや。朝栗の署名集まってるのは嬉しいが、この運動に賛同している外国人の方の署名は今はノイズでしかない。できれば日本人以外の方には今は静観してほしい。こういうことをされると批判してるのは白人で、当の日本人は受け入れてるって捉えられてしまう。朝栗署名、外国人が入ってるから誤解されるってのもわからんことないけど、問題があることを提起したいって人間は外国人でも誰でもいいから署名してほしいと思う。UBI にとっては汚点のシミが大きい方がいいに決まってるから。ゲームの枠を超えてもはや日本人の尊厳の問題にまで発展しているアサシンクリードシャドウズの問題、楽観的に見ている人も少なくないかもしれないが、プロパガンダはゆっくりと着実に進行していく。間違った歴史解釈が広がってしまう前に日本人として声を上げることが必要なのかもしれない。